おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ネズミの実験によりますとということでありますが、ごめんなさい、いきなり入ってしまいましたがね、はい、脳というものを語り明かそうという糸井重里さんと池谷裕二さん、まだ若き脳学者の方の対談集ですな。相当前、平成17年発行された本でありますけども、中身結構面白くて夢中で読んでしまったということであります。はい、その脳学者の方の曰くでありますけども、ネズミの実験で海馬という部分を、脳の部分を破壊してしまうと、ストレスによって胃潰瘍になってしまうという。それから、はい、これもう皆さんも一個ずつね、まんべんなく私どもには脳が一個ずつ配給されてるんですが、寅さんの言った名言でありますがね、人には一個ずつ頭というものが支給されております。これ一個ずつあるんですけど、はい、これはいろんなところで言われておりますが、脳というのは非常に困った臓器でありまして、この頭というやつ、脳というやつの特徴なんでありますが、脳というのはですね、はい、基本的にね、わからないことがあると嘘つくんですな。嘘をつく。うん。うん、嘘という言い方がひどければね、思い込むんです。うん。そういうもんなんですね。うん、脳ってのは本当なんか不思議なもんで、なんかそういうもんらしいですよ。はい。記憶自体が相当いい加減だっていうね。はい、俺なんか典型的にそれはあるな、自分で、症状を。記憶力は、哲也さんすごくいい方ですよね。俺はね、すごい、記憶力で、はい、ピントが合うとね、うん、小学校運年生ぐらいまでずーっと語れるのよ。俺ね、感覚思い出せるの。寒かったとか、はい、膝小僧にあの時はかさぶたがあってかゆかったとかね、湿度とか温度とか匂いとかも、記憶の中で説明できるんですよね。はい。それぐらいあるんですけども、どうもわからないことがあると嘘をつくというのは、武田さんがね、時々読んだ本の中で、はい。バーッとものすごく説明して、その部分がすっぽりなかったりなんかするでしょ？はい。たまにあります。あれはね、やっぱ俺の脳の癖らしいんだよな。そういうこと、それすごくいい例ですね。脳が嘘をつくというか。だから前でさ、内田達さんなんて哲学者の方がね、はい、映画で強烈な影響を受けて、その映画のワンシーンをブワーッと説明なさるんだけど、はい、映画もう一回見てみるとそのシーンがないとかね。いや、哲也さんは前ありましたよ、そういうの。俺ね、姿三四郎であったの。姿三四郎。黒澤明監督の。はい、三四郎が池に飛び込んで、目の前で、棒食いに捕まって、眠たくなって眠ってしまえば、池の沼にはまって死んでしまうっていう、その絶対絶命の中で、目の前で、ハスの花がうわーっと咲くんですよ、音楽と同時に。はい、それで三四郎が、悟るっていうシーンがあるんだけど、もう一回見直すとね、咲いてねえんだ。それ結構自分でね、ショックだったのよ。自分の頭の中で映像を作ってしまっただけですね。だって見事にあるんだもん、俺の中には。そっちの方がいいし、映画としても。プロデュース能力があるってことですね。そうそうそう。で、ここでね、俺なんか星印で変なこと書いてますが、はい、どうして嫌いになったかを説明できる恋は、すでに死んだ恋である。うん。あの人のあそことあそことあそことあそこが嫌いだったから、私はあの人を捨てたんだっていう、離婚の時に使う脳だよね。これはね、やっぱ相当嘘つきみたいね。離婚する時に頭を働かせてその異性と別れるんですけど、その時の、その頭の使い方というのは非常になんか良くないみたいですな。嘘つきで、その人の欠点を上げるためにはその人の欠点をクローズアップして演出してるっていうところがあるそうですね。はい。で、どうして好きになったか説明できない時、その時は最も海馬がワクワクしてる恋なんですって。理由がわからない。そう。そういえばそうだったな。女房と結婚しようと思った時、なんで結婚しようと思ったか思い出せないんだ。それはそうだわな。まあそうですね。これとこれとこれが便利良さそうなんで、この女と結婚しようじゃないんだよ。なんかわかんねえけど、そこに向かっていつの間にか進んでるんだよな。いや、私はタイミングと流れに乗ったのが結婚の理由だっていうふうに自分で思い込んでます。式場の問題でしょ、まずはって突然言われて、そうだよ、まず式場だよなって思うんだけど、なんで式場のことを考えなければならないのかっていう自分っていうのがいないんだよ。はい。でもとにかく二人で式場の話をしてるときに、その恋は明らかに結婚に向かって進んでいくんだ。はい。ところが、離婚するときは、徹底して嫌いになった理由を上手に並べていくんだよね。1位これ、2位これ、3位これって。はい。これなかなか、脳というのがいかに当てにならないかという。時間いっぱいでございます。この続きまた明日のまな板の上で。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。この海馬という、脳の玄関口、その玄関口から脳というものを考えていこうということでありますけども、はい、脳全体を元気にするためにはどうすればいいかというと、内臓の元気、DHA とか、胃腸の葉っぱの生薬とか、サフラン、朝鮮人参、これは体のためにいいと言われておりますが、実は頭を良くする薬でもあるそうです。そうなんですね。それからやる気、いつまでも欲しいな俺なんかも、そのやる気を生み出す脳の場所、これは側坐核という場所で、場所で言えばと言いますと、脳をリンゴに例えて、リンゴの芯があってリンゴの種が出てくる場所があります。ここが側坐核という、でこれがやる気を出す場所だそうでありまして、作業興奮という、そういう側面がありまして、これやる気は全然なくてもやり始めると逆に面白くなってやる気を出してしまうという、この時は海馬と前頭葉に、アセチルコリンという神経伝達物質がバーッとこう出てくるそうであります。で、このアセチルコリンが、この病気で減ってしまったのがアルツハイマーだそうですね。側坐核をどうやって励ますか。それから、作業興奮しやすい自分。あんまりやる気はないんだけど、やり始めると面白くなってやってしまうという。そういうのを、側坐核あたりに癖つけとくといいということであります。でもこれ、わかるような気がするな。だから、やっぱ、年取ってからの食わず嫌いはダメだってことなんだよ。それからでありますが、もう少し皆さんの知恵になればと思いますんで、付け足しておきますが、海馬という脳の部位、睡眠が必要ということであります。海馬は絶対に、眠る時間が必要。これは、どうしてかと言いますと、情報整理のため、棚卸しのために海馬には睡眠が必要だそうです。脳そのものは疲れませんけども、海馬はやっぱりその間が欲しいらしいんでありますね。これ、一旦眠らせといて情報を海馬が、棚卸しをやると。その間に、その海馬が脳に命じてやらせることが実は夢を見るという。だから、やっぱり夢見てる間、棚卸しやってるわけですな。アセチルコリンというのは脳に夢を見させるための、神経ホルモンでもあり、昨日はできなかったことが今日できるようになったってことはあるでしょ、時々、かなさん。ゴルフとかでよくありますね。これね、実はかなさん、あれなんですって、海馬が整理し終えたんですって。あれない?ゴルフもそうかもしれないけど、運転免許。連続して実技やらせないじゃない。細切れですよね。刻んでやってきますよね。刻んでやっていくでしょ。だから、例えば、もう、どうしても免許欲しい人が集中的に6時間路上やりたいとかっつっても、何時間もですって言われちゃいますもんね。あれは、海馬に情報整理をさせるための時間が必要ということです。それから、何でも技術を習得するときは、細切れにしといてゆっくり習得させるのがいいわけじゃない?無理させないで。だから、ドリルとかコツコツやる練習がいかに身につくかというのは、実は海馬を休み休み使うことによって、きれいに情報を脳の中に折りたたんでいくという。はい。で、一番大事なことは、これね、皆さんの少し、暮らしの役に立つんじゃないかなと思いますが、今日できなかったことが皆さんあるでしょ。それをね、寝る前に、できなかったなーっていうのをイメージしてください。できなかったことをイメージする。はいはい。あそこでこうなっちゃって、うまく俺はできなかったなーというのを寝る直前に何回か自分でシミュレーションしてください。はい。そうすると、海馬が自動操縦に入るんですって。ほう。本人が眠ってる間に海馬が脳の他の部位を探すんですって。どこと結びつけたらうまくいくのかっていうことを脳が自動操縦で探してくれるそうだよ。へえ、面白いそれ。だから一番最初に話したけども、悩みがあると考え続けてごらんなさいっていう、ベストの答えが意外と深いところから見つかりますよというのは、この海馬の自動操縦をなんかこうやるということですよね。はい。そうすることによって新しい回路が発見できるという。これ切り替えなんでしょうね。こうだからやっぱりスポーツマンの人なんかがすごく大事な。多分一流のスポーツ選手はそういうことをやってらっしゃるんでしょうね。タイガー・ウッズがよく言われましたよね。こうあるホールを終えて次のホールに行く前に全部整理してしまえるっていう。それを気持ちの切り替えが早いとかって言いますけど、気持ちの切り替えってのはやっぱ脳の作業なんだな。だからやっぱりどうぞ皆さんもこのあたりは、はい、寝る直前に自分の今日の課題をきちんと整理して海馬に任せてしまうと、海馬が自動操縦で懸命に解決策を今までの体験の中から引っ張り出すという、こういう脳の使い方がありますよ、はい、ということでございますね。さて、この続きまた明日のまな板の上で。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。この学生さんの気持ちわかるよね。ちょっとそれちゃうけど、これも脳の方の問題と同じなんだけど、イタリア映画だったかな、イルポスティーノって郵便屋さんっていう、はい、おらあら好きでな、静かな映画です、ね、ものすごく静かなね。撮影中に主人公の俳優さんが死んじゃうってやつで、死を命をかけて作った最後の作品だったんだけど、あの中で一番俺好きでね、ああ人生ってそういうもんかと思うんだけど、ある詩人がいて綺麗な詩をこう語り出すんだ。で、郵便屋さんが意味が分からずに、それは先生何の意味って言うと、聞いちゃダメっていう、覚えておきなさいって。その詩人がつぶやいた形容詞にいつか人生で出会う、その時に解けるんだっていう、これはね、もう本当に映画で学んだ最高のセリフだったな。はい、喜びってそういうことだよね。だからだんだんほら俺もじじいになってきたけど、じじいになった喜びってあるんだよね。それはね、やっぱり結びつきの問題なんだよ。俺ね、漢字博士で白川静香って、もうこの番組でも取り上げてますが、はい、この人の話をね、俺実は20代の時に聞いてるのよ。それがね、結びついてついたからね、ものすごく嬉しいんだよね。はい、これはちょっと自分でもネタでちょっと文章にしようかなと思うんですけど、俺ね、フォーククルセダーズ辞めて新しくバンドを作った橋田紀彦にある日アマチュアとして呼ばれるわけで、楽屋で橋田紀彦っていう大スターが、例の風なんかを歌うシンガーが俺に親しく口を聞いてくれるわけ。その橋田紀彦っていう人と話してる時に、彼が自分の立命館大学に教授がいるっていうんで、ある教授の話をする。それが実は白川静香っていう漢字博士だったっていうね。はい。それがね、60代でやっと結びつくんだよね。その時の喜びってでかいんだよな。さあ、ちょっと行きましょうかね。今日はですね、カート、バネガットっていう小説家の方の名言でありますが、非常に酷なセリフであります。世界は酸化していく歴史である。あらゆるものは酸化していく。酸化というプロセスは腐るとほぼ同一の化学現象でありまして、脳もこの酸化が加齢とともにやってくる。生きてゆく綱であるための酸素が実は老化の元凶であって、酸化を防止すること。それが実は不老不死の妙薬なんでありますが、酸素がないと生きていけないくせに酸化してって、だんだんこう錆びついていくという、この矛盾の中に人間は生きてゆくということでありますな。これはまあ余談でありますがね。さあ、ここからはよくわかりませんけども、やる気を出させ持続するためにはアセチルコリンという、それからドーパミン、こういうものが人間をやる気にさせる。で、これが栄転神経を刺激して快感、達成感を得るということであります。この辺まではちょっと科学の用語で分かりにくいですけども、達成感を満足させるためには目標を大きくって言いますが、これはね、あんまりいいことではなくて、目標を小刻みにすることなんですって。小刻み？俺、これはね、名言だなと思ったんだ。糸井さんと池谷さんの話は、こう、脳のあらゆる分野にわたっていくんですけど、脳の使い方の中で、脳の矛盾等々もありますけども、脳の達成感という快感を味わうためには、目標を大きくするんではなくて、目標を小刻みにする。この小刻みっていうのはなかなかのキーワードですな。だから今もちょっとやってることが実は私の頭の中ではあるんですけども、やっぱりある限度以上原稿の量を書くまい、量を書きすぎるのはやめようっていうね。そこで面白いのが猿の実験なんですって。この池谷さんが言ってる猿の実験の中でものすごく面白いのは、猿に円と楕円を区別させる。で、丸が出るとレバーを押させる。で、丸だと餌を与える。で、楕円だと誤りなんで、餌を与えない。ものすごく時間がかかるんですって。猿に円と楕円の違いを覚えさせるのは。そこでなんだ。面白いことに、この池谷さんがおっしゃってるのは、一番最初にまず、円と三角形で同じことをやるんです。で、円だと餌を与えて、三角形だと餌をあげないという意地悪をしといて、今度はそれを、問題を、次元を上げて、円と楕円にすると、一発で見抜くんですって、猿が。これは、ちょっと勉強になるよね。本当段階をちゃんと踏んで、やっていくっていうことですよね。だからやっぱりあらゆる問題をこう解決していくときに、円と三角形で想定しといて、それを、ができるようになったら、今度は円と楕円という問題をこう上げていく。目標は大きくしないで、小刻みに切って、こう行くというね。もう時間いっぱいになってしまうので、この続きまた明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。新潮文庫、糸井重里、池谷裕二さんお書きになりました。平成17年発行でありますが、知恵詰まっております。海馬脳は疲れないというこの本で、あります。昨日は猿の実験で円と楕円をこう区別させるというのは非常に猿にとって難しいけども、一回円と三角形という非常にわかりやすいやつで、問題解決の能力をつけとくと、これが円と楕円になってもズバズバ円を見つけるという能力になりますという。さらにね、こういうことがあるそうですよね。脳あるいは海馬をさらに活躍させるためには、こう条件があって、コーヒーの香りなんか嗅ぐと、海馬にスイッチが入ってやる気を起こすんですって。コーヒー？結局ね、海馬のすぐ脇に扁桃体という好き嫌いでジャッジしたがるっていうのがあるでしょ。だから、こう、好きになるような条件というのを与えてあげると、スイッチが入りやすい。扁桃体は情動、好き嫌いですな。それで、スイッチが入ったり、オフになったりするわけですから、やっぱり、海馬っていうやつを生き生きさせるためには、その横にある扁桃体、情動、その感情で動くやつ、の影響がでかいんで、そこから先にスイッチを押してあげる。で、扁桃体というものが生き生きと活躍するのは2つなんですって。危機においてと恋において。その時に扁桃体ってカーッと燃えるんだって。危機と恋、恋、これをね、この太宰治の言葉の中であるんですよね。まあ、太宰治は脳じゃなくて本能で喋ったんでしょうけど、男が夢中になれるものはこの世に2つしかありません。恋と革命っていうね、俺これ大学の時に読んでずっと覚えてるんですけど、これは脳の方だけで語ってしまいます。これは池谷さんがおっしゃってる、学者の方がおっしゃっていることなんですが、死ぬかもしれませんという危機と、あの人を抱きしめたいのであるとそう思うとき、脳はべき上でその能力を上げる。べき上っていうのは事情をずっとかけていくんですよ。2の2乗が4になるでしょ。で 4が今度事情だと16になって、だからその海馬とかを鍛えるためには、そのべき上の条件を体験させることだというね、脳がいっぺんにこうブワーってなんか神経細胞を増やしていく瞬間ってのはあるわな。舞台っておそらくこのことだね。恋しつつも危機に自分をさらすっていう。やっぱり女房の言うの分かるような、危機に行くなって言うんだけど、ちょっとこういきなり生臭い話だけど、自分でもね神経尖らしてるんだなと思うんだけど、この本読んだのちょうど3月の博多座の頃だったでしょ。神経がもうピリッピリしてんだけど、川岸ってもう一生懸命尽くしてくれるスタイリストがいるんだけど、一回だけ怒っちゃったんだよね。その時にこいつにすまねえなと思ったんだけど、叱る自分もどうしようもなかったんだけど、それはね、早変わりのところ、早変わりのところで宮本武蔵をやっといて、達郎左衛門になるために、一旦衣装チェンジ部屋に俺が入るんだよ。入った瞬間に、舞台を埋めてるのは宮本武蔵の弟子の伊織が埋めてる。その隙間を埋めた伊織は、俺が達郎左衛門になって舞台に出るのと同時に、舞台を下がってくるわけ。下がってきて彼は着替えて、今度は達郎左衛門を着る伊織になるわけ。その間闇なんですよ、舞台袖が。その時に動線で移動するわけ、闇の動線で。光は一切ないんだけど、動きの線がもう決まってるわけ。それをね、川岸っていうスタイリストが頑張り屋さんで、その日宮本武蔵から達郎左衛門の着替えが早かったんで、俺に刀を早めに渡して俺を舞台袖に行かせようとするんだけど、闇の中で一歩か二歩早めに動くと下がってくる伊織と激突するのよ。その時に刀を渡すっていう川岸が2テンポ早いんで、早いって怒るんだよ。その間激突してないんだよ。俺は伊織の早足を感じてるのよ。それはね、やっぱりそのべき上で、自分の能力がフル回転しちゃってて、誰がどう動くかをほとんど見切ってるんだよね、俺が。だから、段取りをつけて刀を渡してくれる川岸の動きが、明らかに伊織の動きを邪魔していることに気がつくのよ。やっぱそこまで神経って、尖ってるんだね。やっぱり舞台っていうのは一種命の危機なんだよね。かっこいい。ありがとう。もう時間いっぱいになってしまいましたね。この続きまた明日のまな板の上で。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。昨日、その舞台というのは、やっぱり役者にとっては、実は身体的、体的には危機ではなかろうかという話をしておりましたら、香奈さんがかなり頷いてくださいまして。だから、いわゆるライブ公演をやる俳優さんたちというのがあんなに色っぽいのかと。色気ありますもんね、舞台の役者さんっていうのはね。やっぱり名うての人はそうですよね。例えば猿之助にしろね、勘三郎にしろ、ギリギリの時に彼らが発散してた色気、陽気というのは、すごいもんですな。容器。そうですね。うんうん、俺ね、まだね、猿之助さんのあの名言覚えてるわね。エミヤさんに向かってね、猿之助さんが怒っちゃってね。へ、その時にその歌舞伎の難しさと言いますか、その難度を感じる。うん、それはね、猿之助さんが何を怒ってるのかっていうとね、だからあんたには花がないっつんだよって言いながらね、うん、花の問題を話してる。舞台に咲く花を。何かというと、早変わりをするんだったら、早変わりをしたという顔で出てらっしゃい。それが役者の花だよ。あんたはね、早変わりをしてもね、早変わりをしたかどうかわかんないんだ。うん、舞台の俳優が早変わりをして、その早変わりした本人になりきって出てくるバカはどこにあるんだい。あたしはちょっと前までこの役をやってたけども、衣装変えちゃってこっちになっちゃったっていう、何かさ、その差の花さ。はい、俺、これはね、名言だと思った。ほんの一息でいいから疲れてるんだったら疲れてるって肩に出してごらんっていう。それが花になるんだ。元気いっぱいの役者なんざね、お客さん銭払ってみやしねえんだよっていう。ああ、無理なさってるっていうところから、お足が出てくんだよっていうね。うわー、なるほど。この時に、そうなんだと。いや、おっしゃる通りですね。だよな。だって気づかなきゃでもダメなわけだし。そうなの。つまり、その若い人たちに、中学生に見せる芸なんだよな。その公演はね。だからその、次々早変わりをやるっていう。それをあまりにも完璧にやりすぎるから、中高校生部には全くわからないんだ、そうでしょうね。ほんのちょっと疲れろっていう。それは弱音でも何でもないんで、それが花だっていう。なるほど。それを花にして見せる、その疲労を。疲れを花にして見せるところに舞台の花があるんだっていうね。俺、その怒りの言葉はね、やっぱり、こう、すごいなぁというふうに、思ったんでありますな、昨日言いたかったことは、そういうことなんですよ。つまり、パーフェクトはお金にならないっていう。ほんのわずかなズレ。そのズレが味になるっていう。それはセリフでも何でもそうだよな。パーフェクトにセリフを言うときには、お客さんは、実は何も聞いてない。その俳優がちょっと詰まったりした瞬間にバッてお客の耳が立つというかね。博多座で痛感したのは、まあ我ながらよくあのアドリブが出たなと思いますが、私が早変わりをしてて、だからその早変わりをした瞬間にその前の役をやっててくれた、それは影の人、ダミーがやるわけですな。はい、ダミーは客席に向かって顔を出しませんので、背中を向ける。意地はあるなっていうか、愉快なお客さんがいて、女性の声で、達郎こっち向いて。私が武蔵やってるもんだから、達郎はできてないから、達郎はダミーなんだ。背中向けてる。はい、その達郎にこっち向けというね、女性の掛け声が飛んだんですよ。その時に武蔵やってる私がね、いいんだな、これが。刀をさっとアドリブで抜いていったセリフが名言だよな。もし、お主が振り返れば、切るって言うんだよな。これはね、受けたね。もう、お客さんがどよめいて喝采を。拍手ですね、それはね。それは俺なんかちんけな早変わりだからさ、でも、その妙味なんだよね。だから、それは未だにね、響いてるの、頭の中でね。ちょっとこう、脳の話をしておりますけども、まあ、最後の締めの言葉ではございますが、100億の神経細胞。これ100億あるそうで、頭の中で神経がね。それがひたすら結びつきを、求めて。だから自分を頑固にしない。新しいつながりを求めて走るときに、脳というのは生き生きと。ですから、絶対に断定的に言わないで、今考えていることは、こういうことなんですという言葉遣いで自分を作っていきましょうと。ブレた、ブレないなんて、実にくだらないものの言い方ですよね。後で修正するかもしれませんが、今はこんな風に思います。今はこれがベストだと思います。そういう語法、言葉遣いの方が、未来は切り開けるということで、ありますな、はい。お時間いっぱいになってしまいました。来週はまた違うネタでご意見伺いたいと思います。この次また来週のまな板の上で。